わもう全然雪ないもん。ちょっとね端っこが白っぽいけど。ちなみに橋は治ったのかな、馬小屋殿さん。あ、治ってないや。さすがに橋まではまだ治ってなかったか。あ、なんか喋ってんな。まあ、こっちからはね割といけんだよな普通に。お、これをなんかクリアすればかかるんだな。ギザンだ。ようやく吹雪も収まりましたので、村のためにも橋を元通りにしたいのですが。薪の束とか入り味の中には、あった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 。え、会えるかな、えのきださん。建築技術に秀でた方がいらっしゃると伺いでましたか。めっちゃ長く撮りすぎてる今日。ちゃんとスクラビルドしてんだよな、ギザン。存じないでしょうか。大工さんっちゅうことよね。あ、なら砦にいる大工さんは、あ、桂田の方か。あんな立派なもん建てたんやから凄腕に違いないやろ。名前はよう知らんけど、確か最後にだがついてたような。それは素晴らしい。ぜひともお越しいただきたいです。ただ私はしばらく村の警備の任から外れられません。監視砦に死者を出したいところですが、今のところ手の空いているものはいないし。まあ横にねいるよ。パッと見たらあってなるんだろうな。どうしたものか。何、頼まれないんかい。いや、ならもう潔く頼んでくれた方がまだマシまであるよ。あー、喉元どこまで出かかってるのに。あれ、じゃあ馬小屋作ってくれてるかもな、桂田さん。いえいえ、いただいた情報だけでも十分ですよ。しょうがねえな。頼まれてもないのにやってあげるんかい、リンク。森の馬宿にも行かなきゃいけないしな。いやー、またやることがいっぱいですね。ただ次はどこに行けばいいって言わ、あ、でも、あれかな、普通にオルディンっぽいな。オルディンの話結構出てるしね。地上絵もだし、森の馬宿はこっちの方かな。こんな時間までお疲れ様です。ようやく吹雪も収まって、うちら姉妹もようやっと元の仕事に戻れそうですよ。ここは馬小屋、馬小屋じゃない、馬宿的な仕事は復活しないのかな。姉の双葉なんて、なんとかっちゅう地下都市を探しに出た、ゴロンだよ。やっぱりゴロンだ、次は。何、地下都市、ゴロンの方に地下都市なんかあるん。でも、でかい山があるってことは、その分、伊賀団が教えてくれたじゃん。出てる分、下に行くって、地下は。ってことは、めちゃくちゃでかいデスマウンテンの下はどうなってんのって話だもんな。ま、マグマやばそうだけどな。人の話すぐ信じるところあるから、ガセネタつかまされないといいけど。ところでペントは、いやまだ会ってないんだ。まあすぐ後ろは雪っぽいけど、割と溶けてるもんな。氷は張ってないし。わあ、あのジャンプで割れるのはあの時だけのイベントだったか。まあ満足できるぐらい割ったけど。え、なんだ、普通に歩いてた。ん、名薬の力によりチューリの分身を呼び出せるようになった。あ、何、勝手に出てきた。だって大事なもののどこからって言ってたような気がするけど。ああ、こうやってね解除できるんだ。ついては来ないのか。呼び出しただけだ。おお、ちょっとね、戻ってきたんだけど、ここに勾玉があるってことなんかね。似てたよね、形的には。で、ちょっと確認したいんだ。ここの絵を。前編集してて気がついて、でもよく見てなかったんで、順番を。あ、シーカーストーンじゃない、シーカー、プルアパッドだ、プルアパッド。プルアパッドの絵なんか、どういうこと？なんで？これ、プラーパッドだよね。でも、プラーちゃんが作ったわけじゃん？そんな昔からなんで絵が描かれてるんだろう。で、シャチホコ、ガノンドロフ、ゼルダちゃんか、ソニア様、ゲルドの剣っぽいの、飛んでる。飛んでるやつは結構後半だ。多分、この順番に見た方がいいっていうのにね。気がついて、あ、最後マスターソードか。
だからこれだね。飛んでんな、こんな端っこだったんだ、見えてたの。でも今は行かない。次、ここ。よし、会いに来た。まだここは寒、すごい寒そう。おっと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 。はい。はい。あ、弓がある。これはツバメ。あ、じゃあ、取ってて。お、お、お、そこに置いてあるものは以前の訓練で使っていた弓矢ですぞ。今は使う予定がなく、埃をかぶせておくのがもったいない代物です。リンク殿なら遊戯儀に使えそうですな。やった、よかった。取ってっていいみたい。え、この弓、ツバメの弓、よしよしよし、入れ替えよう入れ替えよう。ここにあったか。あの寂しげな音楽はここで聞こえるね、雪の。おお、これはこれはリンク殿、リトの村の吹雪の脅威から救ってくださり本当にありがとうございました。この度はそれだけでなく、チューリが大変お世話になったとか。分身背中にいますぞ。話は手羽から聞き及んでおります。重ねてお礼を言わせてもらいますぞ。おほう、吹雪の影響でこちらの訓練場の設備もダメになったのですが、リンク殿のおかげで吹雪もやみましたし、心機一転新しい訓練を用意してみました。空に浮かべたリングを通り抜けて、じゃあこれは注意の力使うかな、どうなんだろう。また空が荒れることがあっても自在に羽ばたける翼を育むための訓練です。使う時あるじゃん絶対。ラスボスとかさ、いろんな力を組み合わせてやらなきゃいけないとかなんじゃない。とはいえまだできたばかり。一番手にはぜひ腕に覚えのあるものに名乗り出てもらえればありがたいのですが。注意ぐらいしかできんじゃんな、リンク以外だったら。やろうやろう、せっかく来たんだし。はい、興味ありますよ。制限時間内に空に浮かぶリングなんだよな。まあ見てみないでよくわからない。15のリング。挑戦します。スタート位置にご案内しましょう。うん、これはなんかさ、あの離島のなんだろう、目離島、右下の離島とかなんかそんな方にあったような、こんなリングミニゲームとして。なんだ、横移動じゃないのか。あ、いいね、ミニゲームの音楽。あー違う、やばい、こなんなんなん、あーこれちょっと、あーちょちょちょ、わあちょっと足りんかったな、ミスった操作を。10個、もう1回、もう一回やれば大丈夫きっとね。R を押せばすぐいける、よし、はい大丈夫。飛んですぐ開く。あ、下からでもいいな、下からでもいいんだ。おー、いいね。はい。あ、開くの忘れた。どうだ、次は。ん？あ、ずれた。全部いけそうだな、頑張れば。20か、全部で。ちょっと途中もたもたしちゃったもんね。下からでもいいっていうのに分かったし。以前の記録を更新なさいましたか。合格ですぞ、リンク殿。翼を持たぬ身でありながら素晴らしい飛行。よし。50ルピー。いやー、でかいでかい。お金。上級の訓練があんのか？参加費。まあでもと、全然取り返せるな、これだったら。上級行くよ、上級。全然いいっす。100ルピーはくれるだろうな。カーン、お金持ちそうだし。横あったー、やっぱり。え、いるかな、チューリー。あ、普通にやるんだ。普通に行く。こっちで合ってんのかな。あ、あ、釣れた。あ、間違った。もうさっきから間違ってる。歌ってる暇ないんだよって話だよね。順番があんだよな、絶対。てっとん、てれれん、てれれれってれれって、あ、
こんなに上がんなくてよかったんだ。うん、あるな。こう。はい。あとは？そこか。そこか。あ、上があったか。あ、上が結構あった。くそー。あと、あ、まあまああるわ、全然。30かー、多分。惜しい。なんか道順を覚えれば、なんかできそう。多分ね、効率的に行く道があるんだよな。改善の余地があり、あれ、良くないんだ。良くないの？もっとあったかな、もしかして。それか残り時間か、3時は行ける前提ってこと？あ、32？ もっとあった？わ、32か。タイムアップですぞ。何個あったんだろう。どうすか？更新はしました。まだあったの？なんか全然褒めてくれないもんね。わからんわからん。失敗しました。ん？わかりそうでわかんなかった。32個だ。またやばい、場所がわからない。どこにあるか。多分これ以上あるんでしょう。よしよし。だって時間が余ってるもん。35で全てのリングをくぐるとはお見事です。やったぜ、来た。おお、すべ、まさか全てのリングをくぐってしまうとは。さすがリンク殿、先ほどのお姿リト族の伝承に残したいぐらいですな。では上級の訓練で全てのリングをくぐった功績をたたえ。おお、何だ。おお、金持ちになっちゃう。ここで稼げるのはやっぱりカーンは金持ちだった。初めて見たかな、ティアギンで300ルピー。余裕なんだけど。やばい、むしり取ろう。カーンからむしり取ろう。やべ、どこだ。なんで残り3つがいつも見つけられないんだろう。なんでさっきあったんだろう。オッケー、さっきよりも早い、しかも。やったぜ。あれ？あれ？ケチり始めた。さすがに毎回300は無理だったか。まあでもね、だいぶいいよな。暇があったら来ますわ。よし、揃えてきたぞ。ダイヤモンドはちょっとはばかられるけど、あげるの。シャダイダでも欲しいし。材料持ってきたようだな。これで大鷲の夢を作ることができる。だが本当に使っちまっていいか。ダイヤモンドといえばかなり高価な品だが。まあでもこれからゴロンシティに行くつもりだし、道中であるんじゃないか、鉱石。まあ少なくなっちゃってるとか言ってたっけ。ああ大丈夫です。わかった、材料は預からせてもらう。俺が責任を持って最高の弓を作ってやるさ。腕前はリト族一の名工ハーツのお墨付きだ。あいつに負けないくらいの傑作を作ってやるよ。テバが作ってくれるんだもんな。おお、このおお、あれ僕の。ああ、よし、完成だ。あ、2つ作ったんすね。あれ2つ分だったんだ。ちゃっくり自分の分要求してたんだ。
おー、やったー、3発撃てるやつだ。大足の弓。そういえばライネルとかにも合ってないから3連とか2連とかそういうのを手に入れてなかったんだ。私今回いるよね、きっとライネル多分だけど。英傑リーバルが携えていただよね。期待だって期待期待の迷宮。疾風のごとき速さでこの弓を射るリーバルに空中戦でかなう者はいなかったと言われている。もし弓が壊れちまったらここへ来い。またダイヤモンドくれって言う。壊したくなくてずっと飾ってたんだよね、私。ただな、もうリンクの家がリンクの家じゃなくなっちゃってるしな。どうしようね、チューリー。ただそのね、その布だよね。布はないんだよ、こっちにはやっぱり。多分それ本物なんだろうな、チューリー。いいな、あ、その、チューリーの声かわいい。あ、リンクもオーロアシの弓を持ってるんだね。オイラとお揃いだ。嬉しい、そういうこと言ってくれるんだ。嬉しい。あー、何も言ってくれないですか。おしゃれには興味ないもんな、君たちはきっと。そういえば、一回装備を全部外して背中を見てみて、みたいな。あー！うおー！背中開いてるー。え、これ開いてんだよな、模様？なんか意味ある模様ではないよね。あ、近くだった。はーん、セクシーじゃん。ただ寒くねえかこれ。どこで着るもんなん。低温時しょ。寒すぎだって。あったか要素ないもの。完全に女の人みたいになったわ。これで行くか。じゃあ監視塔行くか。いいかな。あ、縦サーフィンだ。縦サーフィンをやりたかったわけだ。あ、寒いかも。寒いかもな。ただ空が晴れたね、やっぱり。ここも。あーらららららら。唇真っ青じゃない、リンクさん。それは元からの化粧なのか、血色の問題なのかわからんけど。あ、これだけじゃダメか、やっぱり。足だけでも履かせてあげようか。肩も真っ赤だもん。あ、船はあるね。あ、飛べるのか。船も飛べるんだ。あ、ジオンに入られるんだね。一回ワープしてみよう。邪道な服してるかもしれないけど、神聖な場所に行くには。あー、晴れてる晴れてる。んで、敵もいないか。まあ、すぐムービー入っちゃってね、よく見られなかったからって言っても、よく見るようなもんでもないけどな。あ、砲台も動いてないか。まあ、最悪何か宝箱とか取り忘れてたとしても、また見られるってことだね。オッケー。あそこかな？見てたところは。え！グリオークじゃん。やっぱりあれそうだよね。あっちだけじゃなくてここにもいるじゃん。まだ戦う気はないんだ、私は。あそこの小屋というか、あ、小屋じゃないか。あれ？これはもういらない。あ、全然違うところに来ちゃった。これ何？誰か人がいる。誰か。姉さんどこにいるんだ？なんた、スレミーさん。ハイレア人の女性を見かけなかったか。聞いたことあるよ、スレミー。絶対ブレワイにいた。あ、出た、縦サーフィンの人だ、絶対。雪山の女王なんて異名までついたプロの縦サーファーだった人でな。姉さん今引退ってこの辺りで弟子の俺たちの指導をしているんだが。弟子か、弟子って意味で姉さんって呼んでんのかな。縦サーフィンの新しいコースを開拓する。そう言って出かけてから行方知れずなんだ。うっそ。え、小屋に行ってもいなかったのかな。プロの縦サーファーだった人とはいえ遭難しちまった可能性も捨てきれないだろ。めちゃくちゃ下れると思うけどね、なんか坂を。まあでも遭難した時は下っちゃダメって言うっけ。近くの斜面に縦サーフィンの跡があったんでそれを追ってくまなく探し回ったが、縦サーフィンの跡はこの辺りで途切れてたのに。へえ、スレミー姉さんの姿はどこにもなかったんだ。
どこに行っちゃったんだろう。その後も雪で消えちまって、捜索に行き詰まってしまってな。今は姉さんとヘブラ山山頂の小屋で待つ相棒のラッセルに向けてのろしを上げてるんだ。こののろしも上げてから時間が経ってるから、姉さんが気づいてもおかしくない頃合いだが、どうなっちゃってんの。のろしが見えない場所にいるから、いないのかい。こっち来てよかったんかい。いや、ここだよな。多分これでしょ、これ、小屋。いや、絶対そうだ。頭が雪の結晶みたいになってて、ちょっと可愛いけど。綺麗だけども。光ってて綺麗。よし、小屋はあったけど。あ、ルミーだ。スレミーの小屋。来た。どっかに祠がある可能性を秘めてる。あーれー。ただいいのをいっぱい落とした。あ、祠？これ祠？広いけどな、めちゃくちゃ。下だ。ただスレミーのコロコロ小屋に来たのに。まあ、今度来よう。忘れんなよ、未来の私。すぐ後で来よう、忘れるんだから。編集で気づくんだから、大体。でもまずはこっちだよな。いくらなんでも。はい。あ、先生、いや、どう見ても違う。申し訳ない、人違いだ。まあ、女の子には見えるかもしれない。はあ、君はスレミ先生を知ってる？まあ、知ってる。そうか、フィンから話を聞いてたんだね。スレミ先生どこに行っちゃったんだろう。地下、洞窟に落ちちゃったのかな。だからのろしが見えないっていう。僕も探しに行きたいけど、先生がここに戻ってくるかもしれないしな。それだけか。あ、写真撮れって言ってる？撮ってるな。お、いいね。うわ、この盾欲しいな。盾サーフィンやったらくれるのかな。ちょっと真ん中じゃないな。まあまあかな。オッケー。じゃあ行ってみますか、こん中。発見。ヘブラ山北西の洞窟。洞窟の中に人がいるイメージはあんまりないんだけど、どうなんかな。あ、もう迷いがいた。寒い。寒い、この格好は。やっぱり火を焚いとかないとダメか。ちょっと怖いのよね、いつも。あとは井戸の中とかの方が人はいそう。ん？あ、炎が焚かれてる。いや、普通に寝てるだけだ、敵が。ちょいと探索に支障が出るので一旦変えましょう。やっぱり。なんもなかった。なんかある。祠っぽいのがあるか？でも見えないな。普通あのさ、円形の中に祠あるのにな。いや、祠の音がする。読み込んでなかっただけかな？よし。よっ。つばさう。あ、そういえば、ん？なんだ？なんだあれは？え？寒いのかい？なにこれ？これなに？あ、死んだ。死んだ。もろかった、思いのほか。あ、取れるか。つか。おし。なんだこれは。なにこれ。なにこれ、調べる。え、光が示す先に水晶を捧げよ。さすれば何時に蛇を払う光を与えん。あー、これで祠が出るのか。なるほどね。やっぱじゃあ敵は倒した。なんで起きた？朝になった？朝になったのか。4時起きかい。
健康的だな。混乱花久しぶりに打ってみようかな。お、いいね。おー、かわいそうになっちゃう、かわいそうになっちゃう。3対1はかわいそうだって、いくら青でも。あー、やっぱ青でも3対1は無理か。結構強いな、赤いやつも。うわ、踊ってる。仲間殺したのに。無慈悲。うおお、最悪。うおお、え、チューリーって山で撃ってくれるの？ダークチューリーは。いてて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 、すごいな。さすがに飛ぶ力だけかと思ってたよ。でもチューリーしかいないもんね。すごいじゃん。あ、確かに弓持ってるわ。マジで魂って感じなんだな。おお、突き抜けてるな。やべやべ、うおー、ぶえ欲に目がくらんだ結果死ぬということになりかけた。あ、やっぱりね、ここ刺してるわ。ルタフウメの祠。こういうパターンだな。ゴゴゴゴゴゴゴって。水晶を捧げし者よ、何時に蛇を払う光を与えん。あ、でかくなんのか、これを。わ、下から生えてくるパターンじゃないわ、今回の祠は。神聖な力系だわ。わあ、祝福だろうな、さすがにこれは。なコンプリート。え、パッと見違うけど、入るときはみんなあの見た目なんだよな。よし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 。祝福だ。ラウルの祝福。ダイヤモンド。飛ばず。いや、いいでしょう。ちょっとダメ元で言ってみたから。ゾナウのあっち系だと思っちゃったからさ。トパーズは相当ありがてえわ。よし、また一からだな。集めるのは。ててぬぬーん。音程うまくいったわ。いや、ただスレミーさんいなかったね。当てが外れたか。井戸がどっかにあるかな。いや、多分そういう地下系じゃない、見えないって。あ、それか縦サーフィンでもっと下ってみればよかったか。外出てきたらめっちゃ綺麗な雪山だった。やっぱ昼間はいいよな。じゃあちょっと縦サーフィンしてみるわ。あの人をまず探したい。どこだ。お花か、あれが。あれ、お花だ。これだ。こっちにもお花あったか。こっちにもお花あるんだよ。いや、そんなことよりも。やだ、怖い。あ、ててててて、あそこが、あそこだ。で、こっから、こっちかな、行くとしたら。まあ、ちょうどクムのやつあるけど。池に落ちたか？そうだよな。行くとしたらこっちだよな。縦サーフィンしようと思ったけど、飛んでいけちゃうからな。どうせミニゲームがね、できるようになったら、縦サーフィンやることなるし。なんかちょっと怪しい石を見つけてしまいましたので。浮いたら転ぶだった、やっぱり。でももうそろそろもう下ってきちゃってるんだよな。怪しいところは今のところ発見できず。まあこんな下に落ちたらもちろんのろしは見えないかもしれないけどって感じ。どこに行ったらいいんだ。よし。お、あれ、またルミがいる。あ、カバンナさんもいる。
よし。あー惜しい。4回目もいけそうだった。なに？あ、イエーイ。私がこの杖を持ってたことが運の尽きだったわ。また風が吹いてる。あ、温泉だから上昇気流なのか。わーい。ん？あ、人の名前が入ったな、一応。あ、ちゃんと建材あるところに建ててくれた。またバランスの悪い。上の一句がめちゃくちゃ気になるよ、斜めでんの。ああ、よし、任せよ。めっちゃ震えてねえか。震えてるよ。暖かいよ。うわ、高さ的には合ってんな、これ。マジでぴったりすぎる。これはちょっと近すぎるかも。さすがに倒れないとはいえ、こんぐらいがいいな。オッケー。高さが高すぎんのよ。危な。危な。すごい。危なかったよ、結構。固定すんのにも邪魔そうだけどな。おお、いい音。よし、できたー。ちゃんとさ、カバンダさんにも赤い炎が照らされてるっていうのがすごいよな。ルビー背中の後ろにあるけど。オッケー。いいね。じゃあね、またね。忘れた頃にやってくんだよな。忘れてない頃にもやってくるけど。あー、空にあったやつが落ちてるね、こっちにも。で、スレミーさんは、もうこっちではないよな、絶対。離れすぎてる、確実に。あ、あ、雪の姿だ。狐、雪の姿。雪色狐。いや、もう完全にただの尻尾なのよ、これ。いや、もふもふ尻尾もいいんですけれども、ちょっとな、見たいよな。うわ、ダリーやつが狙ってる、私のことを。ちょっと私今さ、写真に必死だから、ほんとやめて。あー、だる。最悪。最悪だよー。キツネさん、クソ、あいつ。腹立つぜー、こいつ。よくもキツネさんに、バカタレが。はぁ、たくもう、キツネさんどっか行っちゃったよ。あー、知ってった。あー、消えちゃった。バイバイ。写真はまた今度。